同州最大かつ北米屈指の世界都市。アメリカ国内ではニューヨークに次いで人口が多い。ロサンゼルスはロサンゼルス軍内にある。同軍には他にビバリーヒルズ、サンタモニカ、ロングビーチなどが含まれる。軍の面積は12,308、軽平方メートルで人口は約976万人。市内にはハリウッドやバレエなどがある。 ロサンゼルスに滞在する日本人は2003年10月1日時点で29,809人とトップのニューヨークに次いで2番目に多い。なお、2011年10月1日時点ではロサンゼルス軍とオレンジ軍の合計で7629人の在留日本人がいる。この他にも届け出をしていない滞在者も数多くいると想定される。 アメリカのシンクタンクが2017年に発表した総合的な世界都市ランキングにおいて世界8位の都市と評価された。アメリカの都市ではニューヨークに次ぐ2位である。2014年の都市の経済規模では東京、ニューヨークに次いで世界第3位である。ちなみにアメリカ合衆国統計局の地域分担におけるロサンゼルスレギオンには 上記5軍を含むカリフォルニア州南部の19軍、及びハワイ州も含まれており、さらに2013年1月1日付で、カリフォルニア州北部、ネバダ州、オレゴン州、ワシントン州、アイダホ州、アラスカ州も含まれることになった。ロサンゼルスの発音は、l s n d l s または LSNDZ のように発音する。日本語では、 外務省など政府機関においては、ロサンゼルスとしているが、ロサンゼルス、ロスアンゼルス、ロスアンジェルスなどとも表現されている。ロサンゼルスという都市名は、スペイン語で、ロース・アホリーズと発音し、天使たちを意味する。1781年にこの土地に入植した、人々が、町の名を、エル・プエブロ・デ・ヌエストラ・セニョーラ・ラ・レーナ・デ・ロース。 アンヘレスでボーサインキュラと名付け、それが縮まったものである。天使たちの女王とは、聖母マリアを意味する。ポルツィウンコラは、イタリアのアッシジにある、フランシスコ海の聖地。略称は、LA。日本では、ロスと略されることが多いが、ロースはスペイン語の定冠詞であり、日本以外では通じない。また、日本でも1980年代に、ロス疑惑が起きて、 集中豪雨的なメディア報道が続いたことと、損失などを意味するロストと音が同じというので、イメージ悪化を懸念。90年代以降に、LA の略称が広まった。19世紀には、中国語では翻訳して、ラショウエダリと表記していた。これを受けて、1894年に、ロサンゼルス在住の船橋義七という監視の得意な、日本人が、ラフと省略して、 日本人社会で使用することを提唱した。1903年創刊の法事新聞、ラフ新報は、全米最大の日本語新聞であり、日系人や在住者の間では、ラフの認知度は依然として高い。マッカーサーパークから見たダウンタウンロサンゼルスは、カリフォルニア州の南部に位置し、西は太平洋に面する。広大な平地が広がるが、大きな合戦は、 流れておらず、コロラド側などから水路を引っ張っている。市の北東に、モハーベ砂漠、北西に、コースト山脈、東に、シエラネバダ山脈がそれぞれ広がる。アメリカ合衆国統計局によると、この都市は総面積1290.6平方キロメートルである。このうち1214.9平方キロメートルが、 陸地で75.7平方キロメートルが水地域である。総面積の5.86%が水地域となっている。欠片の気候区分ではダウンタウンや沿岸部は地中海性気候、内陸部は砂漠気候に属する。年間降水量は300ミリメートル程度と少ない。特に夏の降雨が少なく、統計年によっては7月。 8月の降水量が0ミリメートルであったこともある。1年を通して温暖だが、冬は雨も多く、朝晩は摂氏10度前後まで下がる。夏の日中は摂氏40度近くまで上がることもあるが、乾燥しているため夕方を過ぎると涼しくなり、夜は摂氏15度近くまで下がって肌寒くなることもある。ロサンゼルスを中心とする広域都市圏は、 グレーターロサンゼルスエリアあるいはグレーターロサンゼルス、またはサウスランドなどと呼ばれるが、単に、ロサンゼルスと呼ばれることもある。広域都市圏の範囲は、ロサンゼルス軍とオレンジ軍を合わせた2軍のみとする、場合とさらに周辺のリバーサイド軍、サンバーナディーノ軍、ベンチュラ軍を合わせた警護軍を指す場合とがある。2軍の面積は12,562。 キロ平方メートルで人口は約1292万人であり、5軍の面積は8万7941軽平方メートルで人口は約1763万人である。ロサンゼルス軍とオレンジ軍のロサンゼルス都市圏は日本の京阪神大都市圏と同程度で映画産業をはじめとして世界への情報発信力が強い。 ちなみに、2010年の近郊を含む、都市的地域の人口は1477万人で、あり、世界第14位、北米では、ニューヨークに次ぐ、第2位である。衛星都市は30以上を有し、ロサンゼルス都市圏は、北は、パームデール、西は、ベンチューラ、東は、サンバーナーディーの、南は、サンディエゴ都市圏との境界である、エスコンディードあたりに至る。 有名な都市にアナハイム、リバーサイド、ロングビーチ、サンターナなどがあり、これらはいずれも人口30万人を超える。なお、カリフォルニア州にはサンフランシスコの大都市圏を形成しているが、サンフランシスコとは約5 0 0トル離れているため、基本的に証券における競合は起こり得ない。ロサンゼルスダウンタウンのスカイラインゲティセンターから見た。 ロサンゼルスのパノラママルホランドドライブから見たロサンゼルスのパノラマウィルシャーブルバードロサンゼルス港パロスバーデス半島サンタカタリナ島ロサンゼルス国際空港2000年現在の国勢調査でこの都市は人口369万4820人127万5412世帯及び79万8407家族が暮らしている 人口密度は3041.3平方キロメートルである。1101.1平方キロメートルの平均的な密度に133万7706件の住宅が建っている。この都市の人種的な構成は、白人46.93%、黒人11.24%、インディアン0.80%、アジア9.99%、 太平洋諸島系0.16%、その他の人種25.70%及び 5.、根血5.18%である。このうち白人の人口の46.53%は、ヒスパニック、または、ラテン系であり、29.75%は、ヒスパニック、または、ラテン系でない白人となっている。 この都市内の住民は26.6%が18歳未満の未成年、18歳以上24歳以下が11.1%、25歳以上44歳以下が34.1%、45歳以上64歳以下が18.6%及び65歳以上が9.7%にわたっている。中央値年齢は32歳である。 女性100人ごとに対して男性は99.4人である。18歳以上の女性100人ごとに対して男性は97.5人である。この年の世帯ごとの平均的な収入は36,687ベードルであり、家族ごとの平均的な収入は39,942ベードルである。男性は31,880ベドルに対して、 女性は3197米ドルの平均的な収入がある。この年の一人あたりの収入は2671米ドルである。人口の22.1%及び家族の18.3%は貧困線以下である。全人口のうち18歳未満の30.3%及び65歳以上の12.6%は 貧困戦以下の生活を送っている。また、ホームレスの数は全米最大の規模であり、2007年10月11日に発表された調査によると、ロサンゼルス市内に4万人以上、ロサンゼルス全域では7万3000人のホームレスが居住している。そのうち1万人が未成年、2万4505人が、精神疾患、8453人が、 退役軍人、約7200人が家庭内暴力の被害者である。2019年現在もスキッドローなどを中心に3万6000人のホームレスが路上にテントを張るなどして居住している。ビバリーヒルズ元々は沿岸部でトングバ族、チュマッシュ族、カフィラ族、モハベ族、クメヤイ,アーイー族などのインディアン部族が豊富な漁業資源を糧に 漁猟採集生活を営んでいた。彼らはカヌを使って、周辺部族と交易し、貝殻の装飾品や、活石の器や彫刻を作り、魚の他に、アシカやカワウソ、クジラを買った。1542年、白人で初めて、フアン・ロドリゲス・カブリージョが船でこの地を訪れ、トングバ族に歓迎された。この探検家は、サンタカタリナ島で死去した。 1769年から1771年に、スペイン人はこの地に、サンガブリエル・アーク・アンヘルデンドッシュを建設した。1777年、スペイン人のネベ総督が、一般市民の居住する村落を計画した。1781年に、ロスアンヘルス住民が元ロサンゼルス市ダウンタウンのオルベラ街あたりに、小さな村落を建設した。一方、 地名はそれ以前にこの地に踏み入れ、モンテレー湾を目指していた、ポルトラが、聖母マリアにちなんで、ロサンゼルスと名付けていたのを、そのまま利用したと言われる。スペイン人はこの地に農場を作り始め、前述のインディアンたちを捕らえ、彼らを、キリスト教に強制改収させて、十派一からげに、ミッションインディアンと名付け、農場労働や周辺部族の監督役に使役した。彼ら、 ミッションインディアンは、現在では、カリフォルニア独自のインディアン集団となっている。1804年、スペイン領ヌエバエスパーニャのラスカリフォルニア図が、分割されアルタカリフォルニアになった。1821年には、メキシコ帝国が独立し、メキシコ帝国領となったが1年ほどで、メキシコが主衆国に移行した。1848年、 アメリカ・メキシコ戦争中に、ジョン・シー・フレモントのベア・フラッグ反乱をきっかけに独立したカリフォルニア共和国は、グアダル・ペイダル語条約によりメキシコ活動地と共にアメリカ合衆国領となった。1850年には、姿勢が敷かれたが、当時の人口はまだ1610人であった。1853年、 ガズデン購入に際し、米木国境線が確定した。市の近郊に立ち並ぶオイルリグその後鉄道網の発達に伴って、とりわけ柑橘類をはじめ、野菜、穀物、牧畜などを東部に運び出すための集散地として、北部のサンフランシスコと共に発展。同時に、パサデナやバーバンク、サンタモニカなどの郊外都市も発展し、メトロポリス形成の基盤となる。 しかしロサンゼルスが飛躍的に発展したのは20世紀に入ってからであり、様々な要因がある。一つ目は19世紀末の油田発見による石油化学工業の発達。二つ目は大戦中に急進した航空機産業の発達。そして三つ目はハリウッドに代表される映画産業の発達が大きい。そして自動車交通の発展である。 ロサンゼルス都市圏は非常に広域であるため、交通手段にマイカーは欠かせない。そのため、他の都市よりいち早くフリーウェイを整備し、10本以上の幹線が市街を網羅している。一方、市街交通手段として発達していたパシフィック電鉄などの路面電車は、1930年代から1960年代に、 次々と撤去され、世界的に例のないほどの自動車交通変調の年となった。そのため、1980年代は大気汚染が深刻であったが、今日ではかなり改善されてきている。こうして、市街地は急速に発展していった。しかし、一方で、飲料水、工業用水の確保が急務となった。そこで1913年に、 シエラネバダ山脈の東部を流れるオーエンズ川と市を結ぶ水路を建設。1936年には豊富な水量を持つコロラド川から水を供給し、この問題は解決された。ロサンゼルスの戦いを報じるロサンゼルスタイムズ。ロサンゼルス空港アメリカが1941年12月より参戦した第二次世界大戦中は、 日本軍の上陸や空襲に備えて、対空砲や防空レーダー、防空シェルターの整備、投下管制が行われた他に、小中学生に対して、学童疎開も検討された。さらには、大日本帝国陸軍の上陸や大日本帝国海軍機による空襲を恐れるあまり、また人種差別的観点から日系人の強制収容が行われたものの、対戦機を通じて、 ロサンゼルス市内への日本軍の上陸や空襲、艦砲射撃を受けることはなかった。しかし、海戦翌年の1942年にかけては、沿岸部において、日本海軍の潜水艦が、通称破壊船を含む活発な活動を行い、多くの艦艇が攻撃、撃沈されたほか、沿岸部では攻撃され、沈みゆく船が、市民から目撃された。 さらに1942年2月24日には、近郊のサンタバーバラの声優施設が、日本海軍艦艇の砲撃を受けた上に、その翌日には、パニックに陥ったアメリカ軍による、ロサンゼルスの戦いのような、市民に死傷者を出す悲劇も起き、その模様は、ラジオ中継されアメリカ西海岸のみならず、アメリカ全土を恐怖に陥れた。なお、 第二次世界大戦時を通じてロサンゼルスは軍事物資や原油の供給地として発展し、とりわけ地元に工場を構えるダグラスエアクラフトやロッキードなどに対する軍用機の需要によって市況は大きく潤った。第二次世界大戦終戦後、戦地から戻る若者がロサンゼルスに多く住まい、1900年には10万人だった。 人口は1960年には248万人まで膨れ上がった。その一方で住宅供給が課題となり、郊外に大規模な一戸建て住宅地を提供していったが、カーン地震発生を機に1957年に市外の高度制限を撤廃、地下高等も相まって中高層集合型住宅が急増していった。そしてダウンタウンには、 ニューヨークやシカゴに引けを取らない高層ビル群がそびえ立つようになり、今日に見る大都市へと成長している。その後、ノースリッチ地震などでも被害を受け、災害対策がさらに充実された。サンセット大通りの看板それに伴い商業も発展していき、西海岸最大の商業、金融拠点となった。しかし、中東やメキシコ湾沿岸からの廉価な原油の 供給の増加により、原油の掘削はあまり行われなくなった。さらに今日では、電子機器、半導体、宇宙産業など最先端工業が発展している。これは、学術、文化都市として培っていた技術力の蓄積、また、軍事産業や航空機産業関係者が持つ高度な技術力の産業形態転換によるものが大きく、今日における、 ロサンゼルス経済の主力にもなっている。2020年の調査によると、世界11位の金融センターであり、アメリカの都市では3位である。また、貿易の拠点としての地位も高まり、サンラ・フンシスコ、シアトル、オークランド、サンディエゴラとともに、アジア向け市場の窓口としての機能を果たしている。古くから労働力としてのアジア系移民を受け入れて、来ており、 ダウンタウン近辺に第二次世界大戦前からあった日本人街であるリトル東京やチャイナタウンのほか戦後の韓国系移民の急増を受けて広がってきたコリアタウンなどいくつかのアジア系タウンがある。また郊外のオレンジ軍近辺にはベトナム系移民街であるリトルサイゴンもある。一方様々な人々が共存する社会ゆえに 人種、民族間の対立も存在し、ロサンゼルス暴動などの事件も起きている。日系移民ロサンゼルスで、日本人の定住が公式に認められたのは1888年で、ある。1900年には150人の日本人が住んでいた。1899年発足の鹿児島県人会に続き、様々な県人会が設立された。 1906年のサンフランシスコ地震により、ロサンゼルスに移動してくる日本人が増え、この急激な増加と白人による人種差別の高まりによって、排日ムードが高まった。サンフランシスコからの移住組は身を守るため、ロサンゼルス街とアラメダ街の間にある通りに集まって暮らし始め、1908年には、これがリトル東京と呼ばれるようになった。 1909年、当時日本人会長だった、海正次郎は、成果栽培と流通を担う南カルフォルニアバナ、市場株式会社を設立し、この成果流通システムを全米に広げた。ただ、日曜の営業や低賃金女性労働者利用は、社会からの批判もあり、1913年には、カリフォルニア州外国人と地方が施行された。 市民権獲得資格のない外国人の土地所有が制限され、1924年移民法では移民が制限されたものの、1928年には藤井聖が最高裁で少し、日系人がロサンゼルスで病院を開設することが認められ、1931年には歌手毎日新聞社も設立された。 1930年代には2万人を超える日本人や日系人が暮らし、リトル東京はアメリカ最大の日本人街になった。その後日本人及び日系人の数は4万人近くまで膨らんだが、第二次世界大戦により日系人の強制収容が始まり、日本人や日系人のいなくなった街には、 黒人が住み着いた。戦後になり、1948年には、カリフォルニア州外国人と地方が、藤井の裁判によって覆され、日系一世は土地の購入をできるようになった。日系人や日本人が戻ってきたが、強制収容により土地や職業、資産を奪われたことや、日本人漁業禁止法などによって、制御を奪われたことから、以前のような勢いには戻らなかった。 ただ話史上は、現在も、日系人社会を背景に運営されている。1964年には、南加県人海峡議会が発足した。もともと、メキシコ領だったこともあり、スペイン語地名も多く、古くから、ヒスパニック系が存在するが、近年のメキシコなどからの移民の流入により、今では全人口の46.5%が、ヒスパニックもしくはラテン系である。 また、全人口のうち41.7%が、スペイン語話社であり、英語の42.2%と、ほぼ同数であるなど、全米一のスペイン語人口を抱える都市として、ヒスパニック文化の中心地となっている。ロサンゼルス暴動では4000人を超える、連邦軍部隊までが投入された。ワッツ暴動で燃える建物ストリートギャング、クリップスのタギングかつて犯罪件数が、 アメリカの都市の中でも上位に位置していたが、過去最悪であったロサンゼルス暴動の時期と比較すると、警察官の増員、治安部隊である、ジョイントタスクフォースの導入などもあって、犯罪発生件数が激減している。2014年現在、CQ プレス社における安全な街ランキングでは、全米5位にランキングされている。日本では、治安が良いというイメージを持たれている。 サンフランシスコよりもランキングが上であり、一部のスラム地域を除いて、そこまで危険ではない。オフィスビルが占めるダウンタウンを呼び、視聴者からリトル東京一帯は90年代は、空き地も多く、治安も良いとは言えなかったが、ダウンタウン南エリアで、ステープルズセンターをはじめとする大規模な再開発が、始まり、治安状況が大きく向上。 夜間でも安全に歩けるような場所へと生まれ変わった。また、リトル東京近辺では、コンドミニアムの新築が目立ち、出店ラッシュに湧いたラーメン店などの人気もあって、深夜でも多くのアメリカ人の客が見られるなど、以前とは一転した賑わいを見せている。ダウンタウンのスキッドローなどは、かつてスラム街であったが、現在は、路上生活者など極度な低所得者の一時的な、 滞在地になっており、多い時で数千人の路上生活者が滞在している。これは、スキッドロー地区に、路上生活者支援の施設があるためである。スキッドローは、問屋市場である、ファッションディストリクト地区と隣接しているため、夕方以降のファッションディストリクト地区は、スキッドローから溢れ出た多くの路上生活者が一時的に、滞在している。ロサンゼルス市警察によると、 4万5千人ものストリートギャングメンバーが存在し450のギャング組織がロサンゼルスを本拠地としている。その中でも最も有名なアフリカンアメリカンのクリップスとブラッズはサウスロサンゼルスを本拠地としている。ラテン系ではメキシカンギャングのスレーニョスがロサンゼルスを発祥としている。そのためロサンゼルスはアメリカにおけるギャングの首都と呼ばれている。 ロサンゼルスでは何度も大規模な暴動が発生している。有名なものでは1965年のワッツ暴動では死者34人、負傷者1032人、逮捕者は約4000名を出し、1992年のロサンゼルス暴動では被害は死者58人、負傷者約2000人を出し、放火件数は3600件。 崩壊した建物は1100件にも達した。ロサンゼルスの夜景ダウンタウンのスカイライン農業、古くから機能していた農業の加工、周産地としての機能は、フレズノやベーカーズフィールドなど、他の都市に移転している傾向が見られる。工業1892年、実業家のエドワード・エル・ドヒーニーが、現在のダウンタウン近隣で石油を発見、以後石油産業が発展し、 石油生成工場、化学薬品工場が相次いで建てられた。今ではメキシコ湾岸の都市が豊富な産出量を誇っており、産油地としてのカリフォルニアの地位は低下しているが、今もなお健在で、近年は内陸の都市でも油田採掘が行われている。ロッキードやボーイングなどの航空産業や宇宙産業、半導体などの最先端工業である。 これは特に第二次世界大戦中の各種軍用機の需要と共に飛躍的に発展。戦後は数多くの旅客機も作られた。また、その技術は多方面に利用され、自動車組み立て工業やタイヤ、チューブ製造などの関連工業などに派生していった。さらに戦後には、スプートニクショックによる宇宙開発産業の促進や、 シリコンバレーから飛び火してきた電子機器、半導体産業があり、シリコンバレーに習ってテックコーストという俗称がある。観光業ハリウッドに代表される映画などのエンターテイメント産業や観光産業である。初期の映画撮影では高い高度が必要であり、鈍天、雨天や室内撮影では多くの照明が必要であったが、 ロサンゼルスの夏季に降雨が少ない気候は、古外撮影には最適の地であった。そのため、ニューヨークから逃れたユダヤ系の映画会社が当地で撮影を行うようになり、ワーナーブラザースや RKO、パラマウントなど多くの映画制作会社が誕生、市の経済を支える一つとなった。また、郊外におけるユニバーサルスタジオ建設や、 ディズニーランド進出などのレジャー観光都市としての発展を促し、今日ではリゾートや保養都市としての性格も強いほか、コンベンションなどの誘致も盛んである。商業特に商業、金融業である。工業、娯楽産業の発展が同市に与えた影響は大きいが、サンフランシスコと共にアメリカ西海岸における商業の中枢である。さらに前述したように、 海運、貿易の拠点としての重要性も高い。金融センターとしての台頭も目覚ましく、イギリスのシンクタンクが発表した指標では、世界11位の競争力を持つ金融センターと評価された。サービス業5つ目は、サービス業で、ファッションや宝飾などのデザイン業は特に進んでいる。今日では、ニューヨークと並ぶファッション最先端基地として知られており、 高度な技術を持った専門家の移住が多い。特にユダヤ系白人が多くの職についている。また、地の利の良さなどから、日本企業や韓国企業などアジアの大企業の多くがアメリカにおける本社機能をロサンゼルス近郊に置いており、これらの企業による雇用の創出や税収が地域経済を大きく潤している。 放送局テレビ局では24時間放送のユナイテッドテレビジョンブロードキャスティングシステム18.2チャンネルがある。新聞社ロサンゼルスの主要な日刊新聞はロサンゼルスタイムズである。主要なスペイン語新聞としてラオピニオンがある。また、日本語新聞としてはラフ新報を南カリフォルニア大学カリフォルニア大学ロサンゼルス、高ロサンゼルスには カリフォルニア大学ロサンゼルス校、カリフォルニア州立大学ロサンゼルス校及び、カリフォルニア州立大学のおすり事校を含む、いくつかの州立短科大学及び、総合大学がある。ロサンゼルスの私立大学には、南カリフォルニア大学、ペパーダイン大学、ロヨラメリーマウント大学、アートセンターカレッジオブデザイン、オクシデンタルカレッジ、オーティス芸術大学及び、 サウスウェスタン法科大学などがある。コミュニティカレッジとしては、ロサンゼルスシティカレッジ、ロサンゼルスピアースカレッジ、ロサンゼルスバレーカレッジ、サンタモニカカレッジ及びロサンゼルスミッションカレッジがある。ロサンゼルスの主要な初等中等教育の公立学区は、ロサンゼルス統一学区である。また、多数の日本企業の駐在員の指定が在住することから、 日本語補修校が周辺に数多く存在する。ロサンゼルス国際空港ユニオン駅待合室、フライアウェイの大型バスフリーウェイアメリカ西海岸への主な玄関口の一つとして、毎日多数の航空便がロサンゼルス国際空港に発着している。他にもロサンゼルス周辺にはロングビーチ空港やボブホープ空港、ジョンウェイン空港などいくつかの空港があり、 国内線や国際線が各空港へ乗り入れている。また、ホーソンなどの小型機専用の空港も多数存在している。日本からは日本航空や全日空、アメリカン航空、デルタ航空、ユナイテッド航空、シンガポール航空が東京から直行便を運航している。大阪への直行便は日本航空のみによって運航されている。ダウンタウンには アムトラックのユニオン駅がある。グレーハウンドのバスターミナルはダウンタウンの東外れに位置している。サンフランシスコ、サンディエゴ、フェニックス、ラスベガスをはじめ多くの都市へのバスが発着する主要なターミナルである。しかし、イーストロサンゼルスに近くスラム街の中に位置するため周辺の治安が悪い。ロサンゼルス国際空港から 市街地へ向かう手段として最も早く、そして低価格で抑えられる手段として便利なフライアウェイがある。大型バスミニバン VIP セダンの3種用意されているが、種類によって料金が異なる。ロサンゼルス国際空港からの乗り場はターミナル1から8とタバットから発着する。一例からすると料金は以下の通りとなる。アメリカの多くの都市と、 同様、ロサンゼルスの主要な移動手段は、自動車である。市内をフリーウェイが縦横に走っている一方で、かつて市内、近郊地域を縦横に走っていた、パシフィック電鉄やロサンゼルス鉄道による、市内電車網が1960年代までに、全廃されたために、1990年代初頭まで、公共交通機関はバスのみに頼る状態が、続いていた。また、 流しのタクシーもほとんどない。旅行者の場合、移動手段としてはレンタカーが一般的である。1990年代以降地下鉄、LRT 網や近郊列車が整備されつつあり、渋滞や公害の解消が期待されている。2008年11月、ロサンゼルスとサンフランシスコを結ぶカリフォルニア、高速鉄道の建設の是非を問うカリフォルニア州民の 住民投票が行われ、賛成票が過半数を占めて可決した。チャイニーズシアターディズニーランドドジャースタジアムとダウンタウンステープルズセンターロサンゼルスは1932年、1984年、及び2028年に3度下キオリンピックの開催都市となった。ロサンゼルスは全米2位の市場規模があるのにもかかわらず、北米4大プロスポーツリーグで、 最も人気が高いとされる NFL のチームが1995年から2015年まで存在しない状況が続き、市は積極的に誘致活動を行っていた。市民は熱狂しない土地柄であるとされ、NFL チームの一設構想が浮上しては何度も頓挫したが、1994年までロサンゼルスを本拠地としていたラムズが2016年に、 セントルイスから再移転し、また2017年からはチャージャーズがサンディエゴから再移転した。ロサンゼルスアベンジャーズは2012年シーズンは参加していない。1962年から1968年にかけてオリンピックオーディトリアムを中心に興行を開催したプロレス団体フォアが活動しており、フレッド・ブラッシー、ザ・デストロイヤー、力道山、 豊登り、大木金太郎などが、ホア世界王座となった。ロサンゼルスは25の姉妹都市を有している。ここでは、姉妹都市になった、年代順に並べる。全米国際姉妹都市協会加盟都市。2007年に、当時のビアライゴーサ市長は、イスラエルのテルアビブとの文化交流提携を正式に認めた。ありがとうございます。